下付新聞模擬テストは、下付新聞社が行っている、中学生を対象にした栃木県立高等学校一般入試対策の模擬試験である。別名、下付模試と呼ばれる。下付新聞模擬テストの問題用紙、回答解説集中学生を対象に実施され、1年生は3月、2年生は8月と3月、3年生は6月と8月、10月、11月。 12月、1月に受験することができる。会場は中央会場として指定される私立大学や私立高等学校の校舎3から5カ所に加え、協力関係にある学習塾がある。また一部中学校では校内での受験を導入しているほか、郵送による海外受験も可能となっている。出題形式は、 栃木県立高校一般入試に準じたものとなっており、受験時点での進行度を考慮した問題が出題される。栃木県立高校一般入試は、英語リスニングを含め、すべて筆記試験である。マークシート形式ではない。下付新聞模擬テスト個人成績表採点を、順位や選択した高等学校の合格可能性などの情報とともに、成績が返却される。 なお、県内国私立学校、一部の県外公私立高校を含め1.2年生は最大2校、3年生は最大4校のデータを得ることができる。なお、中高一貫校である、宇都宮東高校、焼田東高校、佐野高校は特例を除き特色選抜のみを行うが、志望校として記入することが可能となっている。また、 問題の解説を動画形式で公開している。ただし、下付新聞社が提供している、中学生サポートクラブ、中サポ会員のうち特別会員、イコール、下付新聞の定期購読を必要としている。2018年12月の中学3年生向けの会では、約1万2000人が受験した。 当時の栃木県内の中学3年生は18,121人であり、そのうち6割超が受験していることになる。1957年に第1回が実施された。過去には栃木新聞社の提供する栃木模試を含め2種類の模擬試験が存在したが、栃木新聞が下付新聞社へ合流したことから現在は下付新聞模擬テストのみとなっている。 ありがとうございます。